お待たせしました。シャムテチチャンネル。さあですね、5月5日になりました。河合塾の全棟共通テスト模試受けた皆さん、お疲れ様でした。果たして富士川店は無事受験することができたのか。では見てください。さあ、てんちゃんは寝坊せずに来れるのか、ちょっと心配ですよ。ああ、いた。おはようございます。頑張りましょう。大丈夫、体調大丈夫。どうぞどうぞ、お座りください。よし、ということで、ああ、くれるってことね。はい、どっちがいいですか。ああ、じゃあこっちをもらってこう、じゃあ、はい。じゃあもうちょっとこっち、はい、はい、はい、やってきました、大阪です。新幹線乗っていやー、あれ大学だったよね、受験会場ね。はい、見た感じそうでしたけど、はい、第1回公立大学、大阪公立大学、はい、第1回共通テスト模試でしたけど、声とかかけられなかった。いや、声はかけられなかったんですけど、うんうん、まあ、結構見られましたねでもまあまあ、たとえ知らなくても杖ついてこう言ってたらそりゃまあ見はするよね、多少ねと思いましたけど、はいはい、初めてというか初めて受けました模試ですね。ちゃんと受けましたね、はい、もうそのまま受けたまま松原さんが天ちゃんを誘拐してきたんで、もう持ってるものもそのままあるってことですよ、はい、ちゃんと大丈夫ですね。だからなんで、あの答えの紙と問題用紙もありますね。問題用紙、はい、問題用紙あるでしょ、ビッグ、はい、問題用紙ないですって言われたら自己採点できないじゃない。回答用紙と問題用紙は間違えました、はい、ありますね、ありますね、はい、で回答用紙マークシートは提出してますね。大丈夫ですね、マークシートは提出してます、当たり前ですけど、提出しないと採点されないですから、はい、はいはい、ということでちゃんと今回は受けたというのをですね、はい、もう証明をちゃんとしないといけませんので、こんななんだ今。ちょっと間違えて。間違えて？何？何？チリ？うん。どれだ？チリ？チリですか？違う。理科だけどこれ。え、チリ？チリ、チリが何よ？あ、ありますあります。チリが何？数学。これ受けてない。あ、数学、英語。チリ、はい、チリが何？ないわけないでしょ、もうだってそのまま受験会場からも連れてきたんですから、はい、ないとかないですか？ あります、はい、あります。チリ受けたんですけど、はい、この新課程と旧課程を間違えて、うん、どういうことなんか本当は旧課程を受けないといけないんですけど、うん、間違えて新課程を受けちゃって、うん、思ったよりなんか問題、うん、を見たら結構違うんですよ、うん、
そんなに違うか新家庭と旧家庭で。いや一緒かもしれない。一緒かもしれない。いやそんな別に新家庭を受けたからってそんなに変わるの？変わらないんですか？今の実力でそんなに変わるかっていう感じなんですけど、まあ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 。いやはい、じゃあとりあえず、はい、じゃあこれ地理ね、はい、地理で、公民は受けてないです。受けてもうぐちゃぐちゃだな、しかし相変わらず本当にもう今受けてきたばっかりなのに。大学行動、はい、もうサムネ読み、じゃあこれも持った方がいい。まあまあまあ、英語これもサムネを、リズムとリーディングこうやって見せた方がいいんじゃないですか。まあ、いや、はい、では、じゃあということで、はい、受けました。はい、でまあ、これも、はい、もうぐちゃぐちゃたくさん今から、はい、いいよ、もう何これ、もうコマーシャルでしょうがない、はい、今から、はい、自己採点しますので、はい、ただまあ音を出さないでもう、はい、ただもう自己採点、とても時間がかかりますから、当然ですね。はい、もう動画出る時間なので、はい。なのでもうこれもうパッと出て、パッと出しちゃうので、自己採点はさすが6時には間に合いませんので、はい。明日の動画で自己採点動画上げますので、はい、はい。自己採点とかやったことありますか？あります、多分。何年ぶり？多分、何そんな、なんか時間経ったからめちゃめちゃ衰えてましたとか。はい、情報は受けたんですけど、受けてないです。よっしゃ、なんか受けたのが、本当は理科も受けるはずだったんですけど、理科も受けるはずだったんですけど、はずだったっていうか、それだって医学部だったら理系科目も受けたのが数学1までなんですよ。なんで文系科目のみじゃんそれって。ちょっと、はい、はい、松原さんが受けなくていいって言ったんで言い訳松原さんが松原さんのせいにしてる、いや、していいって言ったんで、まあ、してました。まあね、はい、怒られます。怒られますよこれは、はい、すいません、まあ、とりあえずカットでお願いします。カットしません、もう全流しです。はい、ちょっともうなんかもう、はい、トイレがすごいピチャピチャ言ってるんで、はい、じゃあ自己採点していきます。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。あ、これで終わりだ。ごめん。これで全部終わりなわけないでしょ。これで終わりやったら何のため。すごいトイレが水漏れしてる。ずっと言ってるんだけど。